近、あ、歯医者行ったよ、歯医者。歯医者行ったんだけど、また歯医者行かないといけないから。そう、歯医者行ったんだよね。めっちゃ久しぶりに行った。何年ぶりでしょうかってぐらい久しぶりに歯医者行って、もう超怖くてさ、超怖かったんだけどさ、めっちゃいい先生だった、歯医者さん。虫歯あるの？え、歯が欠けてて、気になったの。それが。気になって、行ったの。また来てくださいって言われた。はい。はいって言って、なんかまた行く。歯医者行きたくないのな。なんかさ、歯医者の嫌なところってさ、まずなんか空気の匂いが歯医者なところとさ、なんか音が聞こえてくるとこが嫌だ。あの、ウィーンって音。あれなんとかなんないかな。もうその音を聞いてる時点で帰りたい。ウィーンって言ってる。あの音聞いてる。あやだー、もう帰るーってなる。歯医者ダメだな。一番嫌いだわ、病院の中で。なんか一番嫌。本当に全国の歯医者さんに申し訳ないけど、なんでだろうね。でも歯医者好きな人っている？いる？いる？いるか。世の中にはやっぱいろんな人がいるから、歯医者好きな人もきっといるんだろうな。ショーは二度と行きたくない。できることなら一生行きたくないですね、歯医者さんね。え、歯医者好きな人ってさ、何が好きなの？どこが好き？歯医者の口の中見られるところ？口の中あーってして見られるとこが好き？どこが好きなの？あ、それはマニアック。え、だってそんぐらいしか考えらんないよ。お姉さんが好きだよ。あ、わかった。看護師さんのお姉さんにお口あーって開けられるところが好きなの？変態やね。変態やね、それね。嘘、ちょっとね、やめた方がいいよ。それ。やめな。やめ、直そう、一緒に。歯より先に直そう、一緒に、そこ。ね、直そうね。